町合室、並田主駅は、三重県熊野市秦瀬町にある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。規制本線全通後に増設された駅で、開業当初から無人駅である。熊野市駅の管理下にある。1961年12月、すでに全通した日本国有鉄道規制本線の、あたしか駅と大泊駅の間に新しく開業した。 当駅はその後の国鉄分割民営化による東海旅客鉄道への昇継を経て今日に至っている。一面一線の単式ホームを有する地上駅である。交換設備を持たない簡単な構造となっている。駅舎はなくホームの東側に待合所を併設した出入り口がある。西側には大武器峠を抜ける大武器トンネルが東側には一つ短いトンネルを挟んで はじめ本トンネルがある。よって、当駅は両側をトンネルに挟まれた場所に位置している。普通列車のみが停車し、熊野大花火大会などの際に運転される。臨時列車は一部が通過する。古びたトイレがある。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。並田集落の南にある斜面の最下部に位置しており、斜面の上を通る。 国道311号からは細く曲がりくねった坂道を下らなければならない。駅前には公衆電話と郵便ポストがあるのみで駅前広場はない。携帯電話は通じるものの電波は微弱である。ホームの先には棚田が広がり、その先の熊野灘までホームから見通せる。駅周辺は山の影となるため、日が沈み始めると急に暗くなり。 ホーム上の照明だけが明るく照らすようになる。秘境駅とされる。牛山隆信による秘境駅ランクでは総合評価19である。駅自体の訪問が目的であるならば、名古屋まで新幹線、名古屋から尾瀬まで特急を利用すれば、東京からでも日帰りが可能である。東に向かって坂道を登ると、太平洋をバックに線路を見下ろすことができるポイントがあり。 鉄道撮影の名所となっている。国道311号に沿って、熊野市自主運行バスが、潮風か掘る熊野古道線を運行しており、並田市小学校前バス停が最寄りとなる。ありがとうございます。